ます。三島圭一郎君。西銘圭一郎君。こんにちは。会派沖縄自民党の西銘です。通告に従い質問に入りたいと思いますが、質問の順番を少し変えさせていただきたいと思います。最初に4番、水上安全条例改定の進捗状況について伺いたいと思います。本部長、6月の定例会で私の方で水上安全条例制定されても二十数年経っていろんな課題があるんではないですかという提言をさせていただきました。その中で有識者会議を立ち上げられたと聞いていますが、その辺の改定の進捗状況についてご説明をお願いします。警察本部長宮沢忠隆君。お答えいたします。本年9月から11月までの間、マリンレジャー関係業者等委員とする水難事故の防止に関する有識者会議を3回開催をしております。同有識者会議からは海域利用者及び県の責務、業者の結核自由、悪質業者の排除、スノーケリング業の新設等の規定を盛り込んだ条例の改正を行うよう提言を受けております。県警察におきましては、この提言も踏まえ、条例の改正案を作成しているところであり、来年の2月議会へこの改正案を提出することを目指して、現在関係機関と調整しつつ作業を進めています。以上でございます。市名圭志郎君。はい、私も8月1日に前田岬というところに現場を見に行きました。青の洞窟でシュノーケリングも含めて非常に有名だと聞いてて、残念だったのは駐車場にですね、もう業者の車が止まってそこでいろんなやり取りをしていることとかで、この時はコロナウイルスの影響もあったんで近くの車道はそんなに混んではないんですけれども、地元の方に伺うともすごいピークの時には大渋滞だということもありまして、こういったことも含めて私は決して何かを取り締まれとかそういうことだけではなくてね、これで申し上げたようにスポーツアイランド沖縄としての位置づけもありますけれども、とにかく安心安全で、マリンレジャーを楽しめるようにぜひ、この改定についてもですね、またいろいろ取り組んでいきたいと思います。よろしくお願いしたいと思います。休憩お願いします。休憩いたします。再開いたします。西銘圭一郎君。続いて3番に行きたいと思います。観光立県沖縄の来年度の目標、いろんな意味で、予算も厳しい組み立てになるのかもしれませんが、先般、GoTo トラベルも6月まで延長するというような発表もされているようでございますので、そういったことも含めて県としてどのように考えていらっしゃるのか、まず観光入域者数、観光収入等について伺います。文化観光スポーツ部長徳地和弘君。はい、お答えいたします。第5次の沖縄県観光振興基本計画におけます令和3年度の目標値ですけれども、入域観光客数が1200万人、観光収入が 1.1 兆円となっております。しかしながら、新型コロナウイルス感染症の影響によりまして、令和2年度上半期の入域観光客数は、前年同期比の 81.8% の減となっておりまして、厳しい状況が続いております。このため、令和3年度の入域観光客数および観光収入につきましては、航空会社のヒアリングなどを踏まえました上で、観光関連団体の代表者や有識者で構成されております
アドバイザリー会議において検討をしてまいりたいというふうに考えております。石目健一郎君。ということは今の段階で目標がないということは、予算の調整要望もですね、いろんな目標数に対していろんな政策を打つわけですから、今の段階でまだ決まってないという理解でいいですか。休憩いたします。マイクで止まって、予算が固まってないかということです。休憩。いやいや、来年度の収入、観光客数だったり観光収入っていういろんな目標がある程度決まってないと、次年度の予算の要求というのは入居者数とかいろんな施策に かかってくるじゃないですか。それとは全く関係なく予算を要求しているということですかという今質問なんですけど。再開いたします。文化観光スポーツ部長、徳地和弘君。はい。今のところ観光収入や観光客数次年度についてははっきりと固まっておりませんけれども、だからそれと並行しまして、前年度の予算額ですとか、それから観光収入、観光客数も踏まえました上で、次年度、コロナ禍の影響も踏まえまして、いろんな総合的な観点から加味しまして、予算は組み立てていくものでございまして、必ずしも厳密に次年度の入期観光客数とかというのをきちっと打ち立てた上で、次年度予算を今の段階でこうそれと全く比例した形で定めていくというものではございませんので、そういった形で今予算編成は別途考えているところでございます。石目健一郎君。新聞によるとコンベンションビューローが来年度の目標を700万人国内670、海外30万人というような報道もされましたけれども、アドバイザリー会議ではその辺の数字については何か議論されたんでしょうか。文化観光スポーツ部長、徳地和弘君。はい。沖縄観光コンベンションビューローで、目標値出されたことは承知しておりますけれども、それも含めました形で現在アドバイザリー会議で、検討しましての観光客数をどうするか、目標値をどうするかということも今検討をされているところでございます。石目健一郎君。これは2番にもつながると思うんですけれども、今後目標の設定ですね、指標といいますか、今までは寮の拡大も含めて観光入居者数1200万人だったり1兆2000億というような観光収入も目標として20世紀ビジョンでは掲げているとは思うんですけども、これだけ環境が激変すると下方修正といいますか、いろんなことを加味しながら、もちろん目標に向けていろんな取り組みをすることが必要だと思うんですけど、量から質への転換という言葉もいろんなのに見受けられるんですが、具体的にこの辺の視点、どのような方針をお持ちなのか、ご説明お願いします。文化観光スポーツ部長、徳地和弘君。委員ご指摘のとおり、量から質への転換ということでございますけれども、特にこのウィズコロナ時代におきましては、貿易面ですとか、受け入れ体制の強化というものを図りまして、自然、歴史、文化などのソフトパワーを最大限発揮しまして、滞在日数の延伸ですとか、観光消費額の増加など、沖縄観光の構造を量から質へ転換する必要があるというふうに考えております。そういったことも含めまして、今後、目標指数の設定を考えておりますけれども、先ほど申し上げましたアドバイザリー会議におきまして、入域観光客数ではなく、例えば県民や長期滞在者も対象に含めた延べ宿泊数などが適切ではないだろうかというような意見もございますので、そういったことも含めて引き続き検討を進めていきたいというふうに考えております。石目健一郎君。続いて3番目にいきますけれども、スポーツアイランド沖縄としての目標と課題について伺います。文化観光スポーツ部長、徳地和弘君。はい。スポーツアイランド沖縄の形成に向けましては、観光に寄与する取り組みといたしまして、スポーツコンベンションの開催を推進しております。21世紀ビジョン実施計画におけます令和3年度の目標は700件となっております。課題ですけれども、受け入れスポーツ施設の充実ですとか、コロナ禍におけます安全安心な受け入れ体制の整備というふうに考えております。県としては引き続き、沖縄県スポーツ協会ですとか、県内競技団体、市町村などの関係機関と連携をしまして、スポーツアイランド沖縄の形成に向けまして、各種の施策に取り組んでまいりたいと考えております。石目健一郎君。はい。スポーツアイランド沖縄というのは、私も今、
春のキャンプだったり、で実は、沖縄総合事務局ともいろんな情報交換する中で、今資料をちょっと一部送りますけれども、ちょっと休憩お願いします。休憩いたします。届いてますか。再開いたします。西銘恵一郎君、はい、あの今 iPad の方に掲示をしていると思うんですが、この3の1という資料は、県の取り組み、総合事務局、国の動きや総合事務局の動きというものをいただいた資料からまとめてみました。で、総合事務局においては2017年、8月に沖縄スポーツ、右下の方ですけれども、ヘルスケア産業クラスター推進協議会というのを立ち上げて、2年の3月現在で150団体が加入しているということもあります。申し上げたいことはですね、総合事務局、国として一生懸命またこのいろんな取り組みを行う中で、県との連携がどのようになっているかも非常に気になるんですけど、特に私が申し上げたいのが、FIBA のワールドカップ2023年、この間開催まで1000日のカウントダウンボードが沖縄市に設置されたようですけれども、県と沖縄市、それから関係団体の取り組みといいますか、連携状況、どのようになっているか、ちょっと教えていただけますか。文化観光スポーツ部長、徳地和弘君。はい、お答えいたします。今委員がおっしゃいましたスポーツヘルスケア産業クラスター推進協議会ですけれども、沖縄県からも私が委員というふうになっておりますし、一方で、沖縄市からは副市長の中本さんが委員となっておりまして、そういった中で連携というのも図っておりますし、委員もおっしゃいました FIBA に向けましても、これまでも数回、意見交換を行うなど取り組ませていただいているところでございます。西銘恵一郎君。これ FIBA については2023年開催ですけれども、ハード面、高速道路から、この間の土木部長の答弁があったかと思いますけれども、道路の問題、それからソフト、ホテル、いろいろ、マスコミのいろんな体制、我々も実は NBA 日本のバスケット協会の方々をお呼びをして、一度、全部の議員、バスケット経験者中心に勉強会も行ったことがあります。ぜひ一番大きな大会ですし、でこれも物理的に可能かどうか分かりませんけども、NBA の NBA っていうか、ごめんなさい、アメリカのですね、プロバスケットチームが沖縄に来てくれると非常にいいなという話も出ました。宿泊施設は、安全面からクルーズを使うであるとか、またいろんな話もありました。で、その中でやはりある意味基地の中で、練習もできるでしょうけど、地元のそのキングスとの交流であるとか、いろんなことが生まれてくるのではないかと。単にその予選を8試合でしたかね、行うだけではなくてですね、この辺もやはりいろんな意味で、米国チームが沖縄に来てくれることのメリット、相乗効果、とっても大きいと思いますので、これは県だけでの動きではなくて、国全体での動きもにもなるかもしれませんが、その辺もぜひご尽力をお願いしたいと思います。休憩お願いします。休憩いたします。再開いたします。西銘恵一郎君。今資料を出ていると思いますが、これもこれは流銀が出した資料らしいんですが、総合事務局からもらいました。プロ野球のキャンプの経済効果です。この資料にあるように、額でいうと支出額86億円ぐらいの支出、資格から始めてですね、下の方に表があります。で、これも私も以前から申し上げているように、キャンプは例えば1チーム50名であれば、50人が1ヶ月1500人泊ですけれども、入域者数でいうと50人しかないという、前も申し上げました、500人、5000人のクルーズ化すると10分の1、100分の1しかないという、そういうことではなくて、やはり経済効果を見るべきではないかということを何度も今まで申し上げていると思います。それで、質への転換も含めてですね、やはりこの経済効果を起こす、ちゃんと見るために、プロ野球の後の大学野球であったり、いろんなこの野球場の設備の使い方もですね、各市町村任せではなくて、県全体としてこの辺の受け入れを調整をして、なるべく
空く時間がないような仕組みもぜひ考えるべきではないかというふうに思います。そういう意味では、プロ野球の経済効果も含めて、ぜひ文化観光スポーツ部がスポーツアイランド沖縄をしっかり推進できるように、我々も協力してまいりたいと思いますので、それについて再度部長としてのコメントをお願いしたいと思います。文化観光スポーツ部長、徳地和弘君。はい、委員ご指摘のとおり、プロ野球、あるいはサッカーにつきましては、一義的には市町村が、受け入れ窓口となって、受け入れているわけですけれども、当然、県としても、そういったもろもろの調整とかですね、そういったことは市町村と連携をしながら、歩調を合わせて取り組んでいると認識しておりますし、これからもそういった形で、市町村と連携をうまく図りながら、スポーツアイランド沖縄の形成に向けまして、取り組ませていただきたいというふうに思っております。西銘慶一郎君。では、括弧4に行きたいと思います。下地島空港の活用状況、我々海兵でも視察を、行ってまいりました。それからまた、ホテル業者の方々ともお話もしました。その時にやはり GoTo キャンペーン、非常に影響が大きいということで、継続してほしいという話とか、それからプライベートジェットの話も少し出ました。もし県で把握していればですね、下地島空港へのプライベートジェットの就航といいますか、どのぐらいの件数があるか分かれば教えてください。休憩いたします。再開いたします。土木建築部長、上原国貞君。はい、下地島空港の活用状況についてお答えいたします。下地島空港はパイロット訓練飛行場として運用されておりましたが、大手航空会社による訓練撤退後、空港および周辺用地を有効活用するための利活用事業を進めているところであります。平成31年3月には第1期の利活用事業者による、国際線等旅客施設事業が開始され、令和2年11月末時点において、国内線3路線が就航している状況でございます。令和元年度の乗降客数は約12万6000人、訓練実績は2283回となっております。ご質問のプライベートジェット機については今のところ特段就航があるという状況ではないと考えております。指名慶一郎君。地元の人に聞くと、やっぱりプライベートジェットも乗り入れてるというふうに話があったんですが、県としてはじゃあ把握をしてないという理解ですか。休憩いたします。再開いたします。土木建築部長、上原国貞君。県の方で管理事務所を設置しておりまして、その就航状況については一応早く把握しているつもりでございますけれども、公的な機関がですね、海上保安庁ですとか公的な機関が訓練をしたり離発着したりする場合もございますし、定期便もございます。でそのトータルの回数等は集計しておりますけれども、プライベートジェット機が何機ということについては今手元にですね、統計上の資料がないという状況でございます。指名慶一郎君。これも聞いた話なので私もデータは持っていませんけれども、プライベートジェットで来た方が先ほど言ったホテル1泊30万ぐらいと言いましたかね、の部屋に1週間泊まると、30万に7泊すると、210万ですよ。通常このホテルが1泊2万だともう100名分ぐらいの売り上げになるわけですね。ですからそういったプライベートジェットについても県が積極的に誘致をするような考え、例の宇宙旅行でしたっけ、ジャハナ副知事がサインをしたその社長にも私実は時間を持って会いました。やはりああいうところに来る、もちろん定期便で来る方もいるでしょうけれども、そういったプライベートジェットの利用、例えば那覇空港だともう非常に
厳しいということもいろいろ聞いています。プライベートジェットの利用の仕方がですね。で、格納庫も本当は欲しいという話がありました。で、久米島にも行きたいという方があったんですが、やはり給油の問題もあって、これがやはり宮古の方が私はプライベートジェットのいろんな誘致をするためには、適切、まあ、一番可能性があるんではないかという気もしましてね、できればその格納庫の設置も含めて、国県いろんな形で予算を取りながら、そういったプライベートジェットの方々、先ほどの質の向上という意味では、観光客の質という意味で、私はこういった方々、富裕層の方々を海外から招き入れることも必要だと思います。ですから、先ほど言っているように、まあ、人泊数も大事ですし、一泊当たりの単価を上げること、一泊、もう一泊してもらうこと、もろもろそういったことも含めて、土木部だけではなくてですね、もちろんこれは文化観光スポーツ部もそれからいろんな全庁を挙げて取り組んでいただきたいと思いますが、副知事、このことについてコメントあれば。副知事富川森滝君。はい、議員のご指摘につきましては、観光戦略の中でも高付加価値の観光ということでマッチすると思いますので、今後データの把握も含めてですね、検討していきたいと思います。石名健一郎君。ぜひ、質の向上も含めて、人数、例えばプライベートジェットで来るのは数名かもしれませんけれども、そういった方々が何十万の部屋に泊まるということも事実だそうですので、ぜひお願いしたいと思います。続いて2番に行きたいと思います。新型コロナウイルス対策について、補正額、予算額の総額、募局ごとと執行額の打ち明け等について伺います。総務部長、池田武邦君。県におきましては、今回の11月補正を含め、8次にわたる補正予算で、総額約1411億円を計上し、全体での執行率は10月末時点ですが、64% となっております。主な部局の予算額および執行率は、商工労働部が約621億円で 49%、保健医療部が約375億円で 34%、子ども生活福祉部が約347億円で 87%、文化観光スポーツ部が約31億円で 65% となっております。以上でございます。石名健一郎君。特にこれは我々医師会から9月の下旬ぐらいにいろんな要望書をもらったんですけれども、その時に、医療交付金であったり、医療従事者向けの宿泊施設確保事業の支払いが、もう相当遅れているということがありました。この2つに絞って今どのぐらいの執行率かちょっと教えてもらっていいですか。休憩いたします。再開いたします。保健医療部長、大城玲子さん。はい、まず空床確保に関する事業については、10月末時点でございますが、執行率は 1.2% でございます。それから慰労金につきましては、10月末時点で 97.0% でございます。休憩です。休憩いたします。慰労金の方は10月末で 97.6? ごめんなさい、いや休憩しようなんです。 97.0 です。 97.0 で、医療従事者向け宿泊施設確保事業は 1.2? 執行率、空床確保、ごめんなさい、空床確保です。空床確保事業ということでお答えいたしました。医療従事者、医療従事者向けの話ですけど、医療従事者向けの宿泊施設確保事業というのがあるというふうに聞いてたんですけど、要は看護師さんで自宅に帰れない方がホテル泊まるとかということも聞いてはいるんですけど、その確保事業の予算支払いがだいぶ遅れてるみたいな話も聞くんですから、それは詳細はないですか。はい、開いたします。保健医療部長、大城玲子さん。すいません、医療従事者向けの宿泊事業については再事業でございまして、今手持ちでございません。申し訳ありません。指名慶一郎君。
ぜひ後ほど資料も欲しいと思います。ちょっと次に行きますけれども、次の2番目の保健所の現状、設置件数といいますか、地域保健法を制定されてからどんどん統廃合されたと聞いていますが、その人員体制と課題についてお伺いします。保健医療部長大城玲子さん。はい、現在沖縄県本県には県の保健所が5カ所、那覇市の保健所が1カ所、合計6カ所の保健所が設置されておりまして、職員数は県が246名、那覇市が102名となっております。また保健所は感染拡大時には電話相談、それから陽性者の入院調整、積極的疫学調査などの業務が大幅に増加しましたので、その体制の強化が課題となってございました。西銘慶一郎君。今回私も、コロナ感染で保健所、それから県の情報総括部や、また議会事務局の方々、いろんな方々のご尽力で入院して回復することができました。保健所からいろいろ電話があって、私も非常に気になるのがですね、保健所の今の、課題といいますか、いろんな人的な不足も含めてですけれども、県としてこの今5カ所のみでも構いませんが、人的な体制についてどのように考えているのか、ちょっともし分かればお答えください。保健医療部長大城玲子さん。はい、やはりそのような課題がございましたので、保健所への会計年度任用職員の配置でありますとか、あとコールセンターへの外部コールセンター業務について外部委託をして、相談 業務を強化しました。それから保健所が担う陽性者の入院調整がございますが、それを本庁の対策本部で一致厳化して行って、保健所の負担軽減を図ってきたところでございます。ちなみに保健所の会計年度任用職員は合計しまして、これは見聞ですが15名配置しているところでございます。西銘慶一郎君。あと保健師の種類についてちょっとご説明お願いします。4種類あると聞いてるんですが、保健師の種類ですね。休憩いたします。マイク。保健師の種類ですか。行政保健師とかなんかいろいろ、種類という言い方が正しいのかごめんなさい。再開いたします。保健医療部長大城玲子さん。はい、保健師職につきましては特に種別はございませんけれども、県のような行政、県や市町村に、勤務する行政の保健師と、それから民間で産業医のような形で産業保健師というような方もいらっしゃるというふうに聞いております。西銘慶一郎君。私の方でヒアリングというか情報をもらった中では、行政保健師、病院保健師、産業保健師、学校保健師という方がいて、行政保健師の方がもう圧倒的に多くて、なかなか病院の実務の、経験が少ない方々も今回いろいろ、コロナの影響 で本来やるべきことがなかなかできていないということも耳にします。ですので、保健所の機能としてしっかりこのコロナを機にですね、見直すところはしっかり見直していただいて、やはりこの過重労働にならないような体制をぜひ組んでいただきたいと思います。これは要望しておきます。休憩お願いします。休憩いたします。再開いたします。西銘慶一郎君。3番目のこれまでの総括と今後の体制についてですけれども、第1次、第2波、第2波といいますか、そのこの間にいろんなデータを分析をして、仮説活用対策評価をするべきだと思うんですけれども、今現在、これまでの
総括した今後の体制について、どのように取り組みをするのか、ご説明をお願いしたいと思います。保健医療部長、大城玲子さん。はい、まず4月からの第一波と申しますか、その大きな感染拡大を経てですね、県としましては、拡大時の推計の患者数を把握しまして、それに基づいて病床確保計画であるとか、警戒レベルを設定するというような形で取り組んでまいりましたが、8月にさらに大きな感染拡大がありまして、想定以上の拡大になったということもございました。またその第2波については完全に収束しきったわけではなくって、その後またじわりじわりと今増えている状況でございますので、なかなか検証というのは難しいところもございますが、緊急事態宣言の発出やそれから県民への外出自粛などにこれまでも対策を取って、やってきておりまして、県民への今現在は市中感染が主に拡大の要因になっているということもございますので、県民への周知活動に力を入れているところでございます。指名圭一郎君。ぜひ県民へのいろんな数値の発表についてはですね、特に私いろいろ感じるんですけれども、いろんな率、なんとか率、なんとか率、陽性率だったり、それから、移入率ですか、いろんなデータを出してるんですが、分子と分母がよくわからないときあるんですね。ホテルの例えば使用数についても400いくつの分母のはずなのがなんか違ったり、他府県でも確保できているのと確保予定のが分母が違うともちろん率が上がってきたりするじゃないですか。ですからその辺の定義をしっかりしていただいて、正しい数字を発表していただかないと、例えば、県外からのお客様で感染した例が何パーセントっていうときにも知事が 3%、2.8 で使ったり、実際にはどう計算しても 1% 台でないかというような声もありますし、ですので、ぜひその数字の使い方についてはしっかりお願いしたいと思います。ちょっと休憩お願いします。休憩いたします。再開いたします。西目圭一郎君。はい、私はこの、コロナ、我々会派も、感染をしたことも踏まえてですね、やはり一番気になるのが感染者イコール、犯罪者とまで言わないにしても、そういうことを感じたメンバーもいたと思います。これそれ以外の方でも、ある富城の議員が新報に出てましたけれども、3回、やはりそういう思いをする方は大変つらいと思うんですね。ですから、条例の中でも多少こう記入はしてますけれども、そういったことを抑える努力は県としてもっとしっかり取り組むべきではないかなというふうに感じましたので、これも要請をしておきます。休憩お願いします。休憩いたします。再開いたします。西銘圭一郎君。はい、本当は知事本人といろいろやり取りしたかったんですが、知事の政治姿勢について伺います。まず1番目、もう3年目に入りました。任期4年の折り返しとなってますけれども、残り2年間、知事がこれまでの成果と、それから課題についてどのように考えているのか、お聞きしたいと思います。企画部長、宮城勤君。はい、県におきましては経済や文化、教育、福祉、保健医療、基地問題など、さまざまな分野において施策を展開しており、知事が掲げた公約のすべてに着手しているところです。例としましては、住民税、所得割、非課税世帯等の高校バス通学費補助の子ども貧困対策や、沖縄本島と北大東島を結ぶ海底光ケーブルの整備等を推進しています。経済分野では、沖縄県アジア経済戦略構想推進計画に基づく諸施策を推進し、昨年には入域観光客が1000万人を超え、雇用情勢が大幅に改善するなど、着実に成果を上げてきました。しかし、新型コロナウイルス感染症の拡大が、これまで積み上げた成果に打撃を与え、観光関連産業をはじめ、多岐にわたる業種で大きな影響を及ぼしております。県としましては深刻な打撃を受けた県経済の回復に向け全力で取り組んでまいります。西銘圭一郎君。知事の選挙前の新時代沖縄という資料を私も入手をして、今お手元に配信しましたけれども、概略だけをちょっと抜粋してみました。その中でちょっと副知事にお聞きしたいんですけど、知事がいないんで、
公約実現というのはいつまでに行うものだと考えていますか。副知事ジャーナ喜一郎君。公約の実現はこの任期4年間で実現するというものが基本だと思います。石目健一郎君。この資料の中にありますけれども、知事が実施政策というのが289項目、かぶっているのを見ましたけれども、これだけの項目を実現したいというふうに言っているんですが、見てみると、これ本当に手をつけているのかな、すべて着手したというような話をしてましたけれども、着手をすればいいのか、先ほど言いましたように、1期4年間の間に実現するべきものだと私も思います。ですから、知事がこの間の記者会見で、0点というふうに発言したことは非常に私も残念でして、要は部下の皆さん方のいろんな50点とか前段はありましたけれども、やはり自信を持ってこういうふうにやってるということを僕は言うべきだと思います。知事、今日いらっしゃらないんであれですけれども、いずれにしても知事の公約について、この中でも見ていると、実は私は、この知事の公約、当選した後に一番期待したのが、万国診療会議、一般質問でもさせてもらいました。いろんな意味でこれで書いている経済交流、文化交流、教育、人事交流ということで、沖縄の発信力を高めて、自立的発展にもつなげていきますということを書いてました。これも私、だいぶ期待をしたんですが、今、先ほどからあるように、万国診療会議がちょっと違う方向に行きかけてないかな、いろんなことで、非常に危惧するところであります。細かいことは抜きにしても、とにかくこの公約、一つ一つを本当に実現できるのかどうか、この2年間にかかってくると思いますので、執行部については、我々議会としてもしっかりこのチェックをしながら、議論していきたいと思います。2番目にいきます。那覇軍港施設について、ですけれども、先ほどからいろんな答弁がございました。百条委員会が設置されたことを、副知事、どう受け止めてますか。副知事、ジャーナ喜一郎君。那覇港管理組合において、百条委員会が設置されたということは承知しておりますけれども、これはもう那覇港管理組合においてですね、その議員のご指摘を、受けての設置ですので、これはしっかり真摯に対応していただくことになるだろうと思っております。石目健一郎君。それと9月定例会3日目の開会前に、知事がその前の2日目の最後の中川議員の質問に対しても、アンケートについては取り消さない、ちゃんとやります、法的に何も瑕疵もないということを申し上げていました。その翌日、ここで開会前に知事がお話をされました。その経緯、夜終わった議会、2日目の議会終わったところから、その朝の発表になるまでのちょっと経緯を説明してもらえませんか。どういったことがどことになると、どんな話をして決めたのか。副知事、ジャーナ喜一郎君。中川議員からの質問の後にですね、知事の方で、もう一度、那覇港管理組合の職員を、知事室に呼んで、事実関係、そして浦添市、議員からいろいろご意見いただきましたので、浦添市、那覇市の反応、そしてそれに対する南港管理組合としての対応、考え方などを聞いたところです。それから、それ以外にも与党の議員からもいろいろご意見などもいただきました。そういったことをですね、総合的に判断しまして、まずはこのある意味、浦添市、那覇市に対しての説明が十分ではなかったということをですね、知事、管理者として確認されたとして、まずは意識調査を一時止めて、しっかりと両市にですね、説明することが大事だろうということで、翌日、そのように説明がなされたというふうに考えています。石目健一郎君。結果としてそのアンケートを止めたことは評価をしたいと思いますが、また再開をするとかしないとか、百条委員会が開催されている中で、議論が出るということも非常に不可解に感じます。続いて、3番目の沖縄振興のための制度提言についてはちょっと割愛させてください。答弁準備した企画部長、すみません、申し訳ありません。4番に行きたいと思います。政策参与の提言実績等について伺います。先般、政策参与についてはどういったことを求めるのかという質問に対しても役割があるということで、各々の参与からどういった提言が今までされたのか、お答え願います。休憩いたします。
再開いたします。知事公市長金城勝君。現在、沖縄県におきましては政策参与として3名の方がいらっしゃいます。テレア政策参与につきましては島言葉や沖縄空手を担当いただき、第1回沖縄空手国際大会の開催や沖縄空手振興ビジョンロードマップ策定などに今進言をいただいております。近所政策参与におかれましては健康長寿を担当いただき、予防医療の観点から県民の健康維持、新型コロナウイルスの予防対策などに関し進言をいただいているところでございます。さらに亀浜政策参与につきましては離島振興、女性の地位向上に関し今調査研究を進めていただいているところでございます。以上でございます。西部健志郎君。これもぜひですね、やはり税金を使ってこの手当をお渡ししているわけですから、この参与がどういったことをしたのか、勤務実態がどうなっているのか、この間は資料でいただきましたけれども、私はホームページでも公表すべきだと思います。でこの方々がどんな活動をしているということも含めて、時期のいろんなまた判断も含めてですね、県民にも分かるようにぜひお願いをしたいと思います。で最後に、離島の自衛隊配備について伺いますけれども、答弁はもういつも同じことなんで私ちょっと確認をしたいと思います。知事をよく見に行っておっしゃいますけれども、石垣と宮古も4年前3年前、市長選挙議員選挙で私は民意を出ていると思うんですが、高市長の見解をお願いします。知事公市長金城勝君。はい。県といたしましては行政運営にあたり、民意を尊重することは重要なことだと考えておりまして、当該、市長選挙におきましてもそういった民意が示されたということについては承知をしているところでございます。一方で、自衛隊の当初配備につきましては、我が国の安全保障や地域の振興、この住民生活への影響をめぐってさまざまな意見があるものと承知しております。県としましてはこうしたことを踏まえ、政府に対しまして地元の理解と協力が得られるよう十分な情報開示を行うなど、より一層丁寧に説明を行うとともに、スケジュール歩きで物事を進めることがないよう引き続き求めてまいりたいというふうに考えております。以上でございます。石部健志郎君。私が申し上げたいのは、民意というものをどのように捉えるかはもちろん民主主義の世の中なんで、選挙の結果も一つでしょうし、でやはり今の公衆の答弁も聞いていると、地域に分断を持ち込まないとか丁寧に説明しろというのは 100% 賛成じゃなきゃできないような感じがするんですね。であれば逆に 100% 反対でなければできないということもあるのかという気がするんですけれども、ですので辺野古の反対、県民の投票の7割が反対したことも事実ですが、賛成もあったという事実もあります。で知事がよく言う誰一人取り残さないという大きなテーマ、私は物理的には誰一人取り残さないということは世の中で 100% できるかというと、これは難しいと思います。いずれにしても、申し上げたいことは、知事の政治姿勢の中では残り2年間で掲げた公約を実現するために、我々としても是々非々いろんな予算についても議論していきたいと思います。知事におかれましては一日も早いご回復を心よりお祈りして質問を終わります。ありがとうございました。